はりこう暑い中で、ね、90分ちょっとこう体力的にもちょっとしんどいというようなねところも、うん、あるのかもしれないですね。2020明治安田生命 J2 リーグ第10節ファジアーノ岡山対水戸ホーリーホック、今前半の45分がスタートしました。長いボールを蹴っていったのが前が向けません中山、もう一度中山、さあ森田ターンしてフィニッシュまでいけるか、森決まったゴール、見事なターン、そして一瞬の突き、森今季初ゴール。森選手もね、非常にこう中央にポジションを取った中で、うまくボールを受けてターンして、さあ4ジャックのボールを収めていって中に枚数を増やしたいところだが、ちょっと時間を作ります。中にこれ引っかかる、これはどうだ、ハンドか、 PK です、ハンドの判定です。時間を作ったイオンジェですね、ボックス内に仕掛けていってクロスを狙ったんでしょうけどもね、さあ見ましょう、決めた、同点、ボックス内にね、入っていくことができたというところはね、この PK につながったと思いますね。岸田が上がろうというところ、ワンタッチでその岸田を使おうというところですが、さあ岸田が抜けるか、徳本スクが、さあこの岸田中に出していってシュートを打ってくる、山内弾いている、キーパーどうだーっと詰めていったが開いてきます、徳本、このボールワンタッチでどうだ、上城がシュートレンジに入ってシュートを決まった、上城選手のね、岡山でのゴールは決まりましたね。ですね。これをサポーターは岡山待ってました。ニアで。セカンドは1回に触って落として、さあシュートまで行く。どうだ、決まった。で、はい、ね、田中選手から、ゴールに向かってくるボール、ファーサイドを狙ってきています、ちょっとさあシュート打っていくか、どうだ、わずかに右、ボールをサイドに散らして、これは岡山ボールか、いや向こう側のタッチ、さあそしてここで長い笛、試合終了です、3対1。